皆さんこんにちは。 NL10 有流チェーンとソンズを使った会員攻略見ていきたいと思います。有流チェーン S3 特化さん、ソンズ S3 特化さん、天人化 S1 特化さんなんですが、天人化はね、状況によっては特化してなくても大丈夫です。それでは見ていきましょう。この動画は喋りながらプレイしていきたいと思います。一応、分かりやすいように倍速はなしでね、ちょっと倍速したくなるんですけど、倍速なしでいきます。コスト回復したらソーンズ左向き、ソーンズを左向きに配置、視野を広げます。2マス前の視野が広がったら、コスト回復役の天人化を左向き、天人化のスキルはすぐに使うのではなくて、この雑魚敵がルート違うんで、この雑魚敵を処理したのを確認したら、天人化コスト回復、ソーンズスキル即打ちで、ボスが出てきました。で、ボスは遠距離スタン攻撃をしてくるので、まず天人化がスタンします。天人化のスタンを確認したら、医療ミルラと重装カーディで、ここでコストが溜まったらすぐにライトを点灯。これで悪夢のファンが出てくるんですけど、ソーンズに攻撃が行くってことがないですね。天人化コスト回復で、天人化はここで撤退しても OK です。コスト回復し終わったら天人化撤退で、真ん中の上からボスが出てくるんですが、ボスの遠距離スタン攻撃、まずカーディ、カーディがスタンしたら、ガビル、そして重装、ガビル重装、重装2人でボスを挟み込みます。言ったら片方ずつスタンしていくので、この間にね、ボスを留めておくってことですね。で、悪夢のファンがもうちょっとで降りてくるので、こういう状況になったらグラベルで止めます。カーディのスキルは危なくなったら使ってください。で、チェン上向き、こんな感じでね、危ないかなと思ったら使っておきます。で、ソーンズスキル即打ち、ビーグルのスキルもね、ちょっと遅かったんですけど、使っておいた方がいいですね。余らしておくよりは使った方がいいです。有流チェーンスキル溜まったら即打ち、この悪夢のファンも一緒に巻き込めるとちょうどいいですね。はい、悪夢のファン倒したらグラベル撤退で、ボスの第一形態を削ります。カーディ回復、はい、ボス休憩タイムですね。こっから、この、ボスのギミック、ブレードがいっぱい出てくるんですが、このブレードを、ボスに吸われ続けると、またボスは第一形態に戻ってしまいます。なので、有流チェーンでね、スキルを打ちっぱなしにしておくことで、ボスへの吸収を防ぎながらっていうね、攻略ですね。あと、まだちょっと確認できてない方も多いかもしれないんですが、そのデイリーミッションで NL10 のこの NL10 をクリアする、なおかつこのブレードをボスに吸われない、吸収されないっていうミッションがあるので、それもね、同時にクリアできます。はい、ちょっと喋りすぎたんですが、この辺になったらグラベルと天人化を入れておきましょう。これはね、ちょっと保険要素なんですよ。これ何回も私自分で検証したんですけど、この復活後の強攻撃で高台が死んだり、あと別のオペレーターに攻撃が行ったりってする、これ本当にちょっと分かりませんでした。分かる方いたらぜひコメントお願いします。だからこう分散してる感じですね。誰に来るかな、天人化に来ましたね。このヘイト順でいい感じにね、天人化に行ってくれましたね。ただこれが意図してない仲間に行くときがあるんですよ。例えば有流チェーンとかに行くときもあるので、これ保険ですね。なおかつ、この鬱陶しい敵ね、
この元素ダメージを与えてくるこの弓の受け役としてグラベル。これでチェーンが生存できるのでいいですね。ボスも死んじゃいますと。はい、ここまで来たらもう眺めておくだけで OK ですね。もうチェーンが死んじゃったんですが、まあ、チェーンが死んだ時にはもうチェーンのスキルは必要ないので、まあ、あとは重装で受けながらソーンズの持続スキルで倒していく。いいですね。こんな感じで、もうこの鬱陶しい弓ね、この鬱陶しい弓を倒し終わったらクリアになっております。まあ一応 NL1 から NL7 の動画を1本にまとめた攻略動画と、あと NL8、9、10はそれぞれ、まあ何パターンか動画を詰め込んだのを、まあ1本の動画にしてアップしてるので、もしね、そちらも参考になればね、嬉しいですね。ぜひ、ご視聴お願いいたします。が、まあ、参考になればいいなっていう感じですね。はい、そしたらこの動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。